お、ん？最近 AV どう？いやー、あの前回出ていただいた時もちょっとこういうね、はいはいはい、あの下の話にも、ね、そうですね、行きましたが、いけないことですね本当にもう最近どうですか、見てますかそういったものは。まあ、この間出た時はヨーピンブームが来たって言ったんですけど最近の悩みがその性欲減退というね切実じゃないですか。切実なんですよ。どうもね、忙しいんですよね。おうおう、忙しくてそのなんだろう、曲にうわーって集中して作った後になんかね、もうね、そのシコシコってする気持ちがなくなっちゃって最近では随分その義務的にねそのなんで義務感に駆られてるんですか。駆られてやってるので、なかなかどうしてもね、おかずのチョイスが甘い、うん、うんうん、前みたいな衝動的な、もうなんか突き動かされるようなもんない。そうなんですよ、衝動的にも突き動かされて、そのおかずを一生懸命選ぶ、うん、でカウパー出しながら選ぶという、うんうん、そのプロセスなしに、うんうん、もうなんだっていいやって脱いでまぐわってりゃなんだっていいや仕事みたいになっちゃう。そう、仕事っすよ本当に。あ、どうなん、でも年齢年齢失礼だな確かにね、そんな変わんないとは思うけどね。32になりますからね。どうですか私最近。いや、私もちょっとでも減退、でもやっぱでも 若い時ほどのあのなん、あのカルマはないなと。そうなんですよねスペルマカルマはないですよねないですよね、確かにそうなんですよ。そうそう、昔は飛びが良かったなとか、あとその快感の快感のね、うん、あの度数がやっぱ100、昔100だとして今20ぐらいなんですよね。そうなんですよ、何なんでしょうね、やっぱ知りすぎちゃった、俺ら知りすぎてしまったよ。贅沢なもんですよね、贅沢病だね。人間とはね、もうこうも浅はかなものかと。そうですよ、本当に浅はかですね、はい、知らなかったらよかった。